マッキントッシュカラークラシックは1993年にアップルコンピューターから販売されたパソコンマッキントッシュの一機種として初のカラーディスプレイを持つモデルであるディスプレイのタイプは10インチのソニーシャトリニトロンであるカラーのマッキントッシュとしては12インチディスプレイと組み合わせた場合のマッキントッシュ LC2 の 光景としての性格が強く、画面の解像度も512-384ピクセルと同一である。本体とディスプレイ一体型のデザインが、初代マッキントッシュの伝統を引き継いでいるため、クラシックの名称がついている。日本とカナダをはじめとする各国では、この機種の光景機種は、マッキントッシュカラークラシック2であり、これが、 コンパクトマッキントッシュとしては最後の機種となる。カラークラシックはアメリカ合衆国ではマッキントッシュパフォーマー250の名称でも販売された。先行機種のマッキントッシュ SE やマッキントッシュ SE30 と同じく拡張スロットとしてプロセッサーダイレクトスロットが一つある。これはマッキントッシュ SE と互換性がない。 エスプレッソデザイン言語を採用した最初の製品である。マッキントッシュ LC 同様に、カラークラシックに Apple EA カードを挿してアップへ、Apple 通用のディスプレイグラフィックスをつなぎ、ディスプレイを切り替えると Apple EA の互換機種として使うことができる。これ以外の拡張カードとして、 CPU アクセルータ、イーサネットカード、ビデオカードなどがある。カラークラシックは、コンパクトマッキントッシュの最終機種であったため熱烈な、ファンがつき、能力が、時代遅れとなってからもマザーボードを、パフォーマー575のものと置き換えたり、パワーマッキントッシュのものと置き換えたりするものもあった。流行していたのは、ディスプレイの解像度を四十四百八十ピクセルに、 することであり、この改造をすることでゲームをはじめとする、その後の多くのソフトウェアが稼働するようになる。さらにその後には、さすがに10インチディスプレイでは、支障が多くなったため、マッキントッシュ LC500 や、パワーマッキントッシュ5200用の大型ディスプレイを、つなぐユーザーが出てきたものの、1998年、頃にはついに拡張が断念された。 ちょうどこの頃 iMac が発売されたことにより、これがコンパクトマッキントッシュの後継として愛好家にも認知されたことも影響している。ありがとうございます。